はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はですね、私一人暮らしをしてもう 4,5 年経つんですけれども、そんな私、一人暮らしベテランの私のナイトルーティンを撮っていきたいと思います。ちょっと久しぶりなんですけれども、今日は最近のリアルなナイトタイムをお届けしようと思います。まずは夜ご飯を作っていきたいと思います。最近ハマっているライスペーパー餃子っていう、ちょっと普通の餃子よりもヘルシーな餃子を作っていこうと思います。前にストーリーとかでもあげたんですけど、その時にレシピ知りたいっていう声もいただいていたので、参考になったら嬉しいです。具材は割と基本的に餃子、普通の餃子に近いんですけども、お肉の代わりになんかツナとか入れたりとか、あとキムチとかも入れたりして、具材は自分の好みな感じでもできるので、ぜひなんか自分のお気に入りを見つけてみてください。これをもう全部まんべんなく混ぜていきます。やっぱ結構ニラとかキャベツが入ってることで一気に餃子感が増すので、なんか割と満足感はねあるんですよね、これでも。で、ライスペーパーをこんな感じで水に浸してから包んでいくんですけど、私は大葉をこんな感じでトッピングするのが好きなので、大葉を敷いてからその中に具を入れて巻いていくんですけど、このライスペーパーはちょっと時間経った方が柔らかくなるので、より巻きやすくなるから、一個詰めたらもう一個詰めて、でさっき詰めたやつを巻いてみたいな感じでやるといいと思います。で、焼くときはごま油を使っていきます。やっぱ餃子といったらね、ごま油が大事だと思うので、まあ、ここはちょっとケチらずごま油で焼いていきたいと思います。ちなみに今日はちょっと付け合わせというか、中華風スープ、卵スープも作ってみました。こんな感じで焼き色がつくまでちょっと焼いていきたいと思います。具材はなんか生で食べれないものはまあ基本的にはないかなと思うので、まあ、焼き色ついたら出来上がりって感じかな。皆さん奥に注目してほしいんですけど、卵スープが溢れそうですもうこれこの時溢れてますね、完全に。ちょっと目を離す隙にこんなに溢れるとは思わなくてびっくりしました、私も。ということで、まあ、こんな感じで餃子も完成して、で、このイチゴなんですけどね、これめちゃめちゃビッグサイズなんですよ。ちょっと伝えづらいと思うんですけど、本当に、まあ、拳まではいかないですけど、本当でかくてびっくりしました、これ。ついついスーパーでね、買っちゃいました。まあ、一人暮らしはね、こういうこともできちゃうっていう。ね、ほんと贅沢です。はい、ということで、こんな感じで、今日の夜ご飯でございます。基本的に私の夜ご飯は割とヘルシー志向な感じですかね。友達とご飯に行かない時だったりとか、まあ、家でご飯を食べる時はなるべくこんな感じでヘルシーメニューを作るように心がけたりしてます。まあ、たまにめんどくさい時コンビニとかでサラダチキンとなんかちょっとサラダとか、まあ、そういう時もねあるんですけど、まあ、できる時はなるべく自炊をしてこんな感じでご飯を食べております。結構最近の定番メニューですね、このライスペーパー餃子は。そう、美味しかったです、これ本当。めちゃくちゃ簡単なので、ぜひみんなもやってみてください。で、夜ご飯食べるとき私は結構 iPad とかで YouTube 見たりとか、Netflix 見たりとか、何かしら割と見てることが多いですかね。で、このイチゴね、めっちゃ美味しかった、本当。結構大きいんですけど、しっかり甘くって、食べ応えもめちゃくちゃあって、3粒で超大満足って感じでした。ということで、ご飯も食べ終わりまして、私はマウスピース矯正もしているので先に歯磨きをしていっちゃいたいと思います。常に私なんか音楽聴いたりとか、 なんか YouTube 見たりとかしてるかも。そして今これは何をやってるかというと、ストーリーにあげる写真を撮ってました。撮影中みたいな感じでちょっとね、みんなにお届けしようかなと思ってリアルタイムで更新してます。ぜひインスタもチェックお願いします。でもその後は安定に携帯をいじりいじりタイムでございますまあ SNS のチェックとか、なんかお仕事の返信とかがメインかな、基本的には。はい、そしてこの謎のダンスタイムが始まりますいやなんか本当私音楽とか聴くの大好きで、最近このヘッドホンをゲットしましたので、こんな感じで一人でダンシングタイムをしておりますなんかこう改めて見ると恥ずかしいんですけど、まあ、でもこれも一人暮らしならではの時間かなと思って楽しんでます、一人で。
で、そうそう、私最近ね、お香だったりとかキャンドルとかパロサントとか、なんて言うんでしょうか、こうフレグランスアイテムっていうか、香りも楽しめる、視覚でも楽しめるみたいなものをすごいハマっていまして、最近は、まあ、夜とか、まあ、日中とかも編集する時とかのお供に使ったりしてます。そう、だからいろいろ最近はね、お香も集めたいなと思ってます。そしたらちょっとお仕事タイムなんですけれども、私はアパレルのディレクターもさせていただいているので、まあ、次こう作るアイテムとかをこんな感じで iPad に絵とかに起こしてみて、なんか実際に自分のこう思い描いてる形だったりとかデザインだったりとかをメモとか実際に色をつけていきながら考えてます。結構ね、このアイデアっていうか考えるっていう作業は割とこう、なんかうまくアイデアが出てくる日と出てこない日が結構分かれていて、でもこの日は割と出てきたかな、アイデア。そう、なんか自分の作りたいものとか、こういうデザインあったら可愛いんじゃないかとか、いろいろ考えたりしながら頑張っています。ぜひ今後もちょっと楽しみにしていただけると嬉しいです。じゃあ一旦ちょっとアパレルの方は一区切り終わったので、次は YouTube の編集をしていきたいと思います。 YouTube の編集もね、なんか夜にやることもあるし、朝起きてからやることもあるし、結構バラバラなんですけど、この日は割と夜時間があったりしたので、でもあとちょっと締め切りとか作らないといけない動画とかもあったりしたので、今回はまあ夜ちょっと作業していきました。で、その後は最近私、自分に甘々なんですよ。ほんと食べ過ぎていまして、ちょっとやばいということで、有酸素運動を始めました。ジムには一応通ってるんですけど、ジムは筋トレメインなので、あんまり有酸素をやらないんですよね。そう、だから家で有酸素もしようと思って、こんな感じで夜な夜な一人で、ジャンプしたりとか、歩いたりとかしながら有酸素するんですけど、ほんと私代謝がすごくてですね、もうほんとこれ20分ぐらいやっただけなんですけど、こんなに汗かきますね、やっぱ。ほんとびっくりするぐらい汗かくので。まあでもこの汗をかくと、やった感が出るのですごいいいんですけど、まあ、でもちょっと書きすぎですけどね、これは。はい、こんな感じで一旦運動も終わりましたら、次はバスタイムでございます。その前にクレンジング、化粧を落としてから入っていきたいと思います。化粧も落としたのでバスタイムに移っていきます。で、ちょっと今回ヘアケアのアイテムをいくつかご紹介させていただきたいなと思っているんですけれども、最近私も愛用しているこのネクサスのインテンスダメージリペアっていうシリーズがあって、私結構ブリーチとかするので髪の毛がめっちゃ傷んでるんですけど、そのダメージをケアしてくれるっていう、シリーズのものなんですが、みんなネクサスって知ってますかね。ちょっとブランドの紹介すると、美容師でもあり科学者でもあるジェリさんっていう方がいるんですけど、現代のコンディショナーを先駆けて開発した人で、アメリカではヘアケアのパイオニアって言われていて、このネクサスはそのジェリーさんが作ったブランドで、髪の毛がダメージを受けてるのってタンパク質が不足してる、失われてるからっていう風に言われてるんですけど、その髪の毛のタンパク質を分子レベル、本当に細かいレベルで約40年にわたって研究をしているっていう会社さんです。で、今回私が使ってるこのシャンプーなんですけど、結構テクスチャーはジェルっぽい感じで割とサラサラとしていて、個人的には泡立ちはもう少し欲しかったかなって思ったんですが、でも洗い上がりがきしむっていうわけでもなくて、でもさっぱりとした洗い上がりのシャンプーになってます。さっきね、ネクサスはタンパク質を分子レベルで研究してきたって言ったと思うんですけど、ダメージの度合いだったりとか、その悩みに合わせて必要なタンパク質を構成している成分を厳選して補うことができる新発想のその処方っていうのを設計したブランドさんなので、本当にこうダメージが気になっている方にはぜひ使ってみてほしいなって思います。そしたら続いてちょっと水気を切ってからトリートメントしていきたいと思います。結構テクスチャー的には柔らかい感じで、ちょっとプルッとした感じになってます。髪の毛をなんかこう包み込んでコーティングしてくれる感じがあって、私的にはこの洗い流した後のツルンと感っていうんですかね、がすごくてめちゃくちゃ感動しました。で、このネクサスは日本人の髪の毛に合わせた処方にしているので、今回のこのシリーズは日本人の髪質に合わせて新しく開発された独自の処方の製品になってます。で、まあこれだけで終わってもいいんですけど、ちょっとスペシャルケアみたいな感じで、まあ、週に2、3回とかぐらい私はヘアマスクを使っています。まあ、この3つの中では一番しっかりとしたテクスチャーではあるんですけど、すごくこう髪の毛にスッと馴染んでくれる感じがあって、で髪の毛一本一本にこう張り
張りっていうかを持たせてくれて、結構しっかりとする感じがあります。結構香りはね、甘めっていうかちょっとフルーティーっぽい甘みもあり、でもフローラル系の香りもする、すごいいい香りです。でこのヘアマスクはなじませてから5分ほど置いていくので、その間に私は洗顔だったりとかを済ませていっちゃいます。でなんか私は結構こうやって洗顔の時とかにながらっていうかでマッサージとかをしたりしますかね。首のリンパ流したりとか、フェイスラインをこうキュッキュッとやってみたりとか、本当に軽いマッサージをしております。で5分経ったらしっかりと洗い流していきます。まあ、そしてその後に体を洗ってお風呂を出るっていう感じのバスタイムです。私あんまりねお湯に浸からなくて、本当はね使った方がいいんですけど、最近はちょっと面倒くささが勝ってしまってあんまり使ってないですね。でもたまに疲れてる時とかは使って、疲れをしっかりと取ったりもします。そしてお風呂から上がったらまた洗い流さないトリートメントをしていくんですけど、これもネクサスの同じシリーズのやつなんですが、でこのオイルは結構サラッとしたテクスチャーですごく馴染みが良くて、香りもねそんなにきつすぎなくてふわっと香るのでとてもいい香りです。私この洗い流さないトリートメントは塗布してからすぐに乾かすんじゃなくて、ちょっと時間を置いて馴染ませてから乾かした方がより効果を実感できるなっていう風に感じているので、まあ、その間になんかまつげ美容液を塗ったりだとかスキンケアをやってます。まあ、導入美容液塗ってから化粧水塗って、その後パックを割と毎日のようにしてます。やっぱこの季節の変わり目だったりとかすごい乾燥しやすくて、パックがもう必需品なので割と毎日使ってますかね。まあ言って10分ぐらい置くものがほとんどだと思うから、そんなに時間取らないので結構毎日頑張ってパックしてます。でまあ10分経ったらパック取って、また美容液塗ってクリーム塗ってちゃんとしっかり保湿して、あとはアイクリームですね。アイクリームも本当に若いうちから塗っといた方がいいっていう風に言われているので、私は頑張ってこう未来に向けて目元もしっかりケアしてます。まあなんかそんなこんな過ごしてるとどんぐらいですかね、20分とか長くて30分ぐらいかな経ってるので、そのぐらい経ってからこの超下手くそなブローをしながら頑張って乾かしていきます。私ね2月ぐらいに1回黒髪にしてて、ハイトーンだったのを黒髪にしてまたハイトーンにして髪の毛を痛めまくってるんですけど、家でもしっかりとケアすることを心がけているので、まだなんとか髪の毛をいい状態で保っててるかなっていう風に思います。ちなみに私最近はこの温風で髪の毛しっかり乾かしてから冷風でしっかり冷ますっていうのを心がけてやってます。そうすることで結構その次の日のまとまりだったりとかツヤっと感が変わってくるので意外と大事だなって思って最近はやるようにしてます。今回紹介したネクサスの全製品は新しく発売するにあたって日本人向けに新規開発をされているそうなので、仕上がり見てもらっても分かると思うんですけど、本当にツヤっとした仕上がりになって指通りもねめちゃくちゃいいので気に入ってます。まあ一通りこれで寝る準備はできたんですけれども、ちょっとネイルを変えようかなと思って、若干剥げてきちゃってるのと、まあ今これブラウンカラーなんですけど、まあ飽きてきたかなっていうことで新しくネイルを変えようと思います。まあ、今回はちょっとこのグリーンカラーを新しく最近買ったので、これをね塗っていこうかななんて思ってます。結構私もネイルするのも慣れてきたのですごい上達しました。前よりもこの色すごい可愛かったです。でまあその後もスマホとかを見たりしながら、まあ、寝るまで時間をゆったりと使っています。このベッドに入る瞬間がね本当に幸せですよね。なんでこんなにベッドって幸せな空間なんですかね。ベッドに入ってからも寝るまで私はスマホいじっちゃいますね。やっぱりもうほぼほぼ SNS 見たりとか、なんか通販オンラインとかでショッピングしたりとかっていうことが多いんですけど、まあそんな感じで一人暮らしの特権、自由に時間を使いながら夜過ごしてます。ということで私のナイトルーティーンはこんな感じでした。ではおやすみなさい。はい、ということで今回はこんな感じで一人暮らし4年、もうすぐ5年目のナイトルーティーンでございました。やっぱ一人暮らしするようになってからはやっぱ自分の時間がすごく自由に使えるので、なんかもうほんとゆったり夜過ごしたりとか、逆に夜遅くまでちょっと仕事したりとか、本当に自由に時間を過ごしてます。で今回ちょっとあのバスタイムの時に詳しく紹介していたこのネクサスのシリーズなんですけど、私もここ最近ずっとこのシャンプートリートメントと洗い流さないトリートメント
クとヘアマスク使ってて、朝起きた時の指取りの違いをすごく実感しました。サラッとした仕上がりになって、ほんとこうスーって指が通ってくれるので、なんかストレートでもすごいこう決まる感じ、次の日のヘアセットとかもめちゃくちゃ楽になったし、まあ、今回もねこの4つの商品あったと思うんですけど、やっぱシリーズ使いすることで香りとかも混じらないから安定していい香りっていうのもすごく嬉しいポイントです。いろんなものを使ったりとかするとちょっと香りが混じっちゃってなんか複雑な香りになったりとかすると思うんですけど、まあ、これはシリーズなので統一感のある香りで、私はすごく好きな香りだったのでそこもお気に入りポイントです。私的に感動したところがいくつかあるんですけど、そのトリートメント終わった後はこう指通りが良くても、お風呂上がってタオルドライした後になんかこう指の引っかかりが気になるなっていうことが結構多かったんですけど、このシリーズは比較的それが感じにくかったのでそこもいいなって思ってます。あとドライヤーした後も張りとコシを髪の毛に感じたので、私どっちかっていうと髪の毛細くてちょっと乾燥がしやすいタイプかなって思ってるんですけど、髪の毛のまとまりの良さっていうのもすごく実感しましたね。あとはまあ香りなんですけど、最初ちょっと香り強めなのかなって思ったんですけど、お風呂がってこうドライヤーした後は結構ふわって香る感じ、自然に香る感じだったのでそこまで香りもきつくなかったので、結構まあいろんな方が使いやすいんじゃないかなっていうふうに思います。で今回私はこのブルー、ちょっと紫っぽいブルーかなのこのタイプ、こっちのシリーズを使ってるんですけど、もう一つシリーズがあって、こっちのピンクの方もあります。これがスムース&マネージャブルーライン。こっちはどちらかというと髪の毛がちょっとうねっちゃったりとかくせ毛の方におすすめのラインになってます。私はどっちかっていうと髪の毛ストレートの方なので、あんまりこうくせ毛とかっていう感じではないから、まあ、青い方を使ってるんですけど、こっちはそのうねりとかくせとか広がりとかが気になる方でもこうまとまりのある髪の毛にっていうのがコンセプトのラインになってるので、そういう悩みの方が強いっていう方はぜひこっちも見てみてください。2月の15日から楽天で先行販売が始まってて、4月10日から全国のドラッグストアで発売をされているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。概要欄にもまた URL 貼っておこうと思います。はい、ということで今回はこんな感じで、一人暮らしベテランの私のナイトルーティンでございました。結構最近はそうですね、日頃からちょっとこう体型維持とかに気をつけてはいるんですけど、ここ最近はちょっと食べ過ぎなのでよりこう強化しようということで運動だったりとかを頑張ってやったりとかしております。まだほんと自分の自由な時間で動画見たりとかちょっとネイルしてみたりとか映画とか 見る日もあるし、そんな感じでゆったり毎日過ごしております。みんなもよかったらなんかこの行動っていうか、これはマストで毎日欠かさずやってるみたいなことがあればぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。